で、この後。で、これね、本体1-0でね、もう、もう勝利寸前だったんですけど、もう試合後のミシャのインタビューが面白かったですね。もう頭抱えてましたね。これは勝ちたかったっていう。まあ、それぐらい逆に言ったらいい内容でね、戦ったってことで、まあ、素晴らしいパフォーマンス。何しろ東京は J1 屈指のインテンシュの高いチームに対して、もう札幌も互角以上にやってましたから、これ素晴らしいパフォーマンスをして、まあ、できれば勝ちたいっていう試合でしたけどね。 ただ、このパフォーマンスがあったことによって、これが伏線になって、見事に勝ったのは、この次の、この横前 FM 戦です。3、1、4、2です。まあ、多分、このマリノ戦あたりから、あの、ゼルトップの話が出てきたのは、これマリノ戦先発、これ J がいなかったんですね。J がいなかったことによって、これ、これどうなってんだと。これゼルトップなんじゃないかって言われた試合なんですけど、ゼルトップじゃないです、別に。フォワード、純粋なフォワードがいないっていうと、ゼルトップって話じゃないんで、別に。 まあ、言うたらこの小前ちゃんのチップのツートップだったって感じ。で、どんな立ち位置になってたのかってで、札幌の立ち位置をどうなるかっていうのは、相手のフォーメーションを見れば分かるって話で、単純に。3142って書いてましたけど、3124でもいいです、別に。で、3124だとすると、後ろから打った四4、ん ?213 ですから。マリノスの藤井ってことになりますね。<laughs> はい。で、こういう立ち位置取ってました。で、マリノス、これ、緑はマリノスの選手ですけど、それに対して、 畑中伊藤明人に松原に対してはまあ菅。ティーラ・トンにルーカス。で、このポイントはこの木田、荻原、まあ、さにマリノスのね、ビルドアップ。ポジションプレーやるこのビルドアップの起点である2人に対して、まず中野。中野が木田選手。で、ラ野が荻原に当たる。で、そのトップ下、まあ、この辺はね、ちょっとマルコス・ジュニオがいなかったんでね、まあ、それはあの多分に札幌に有利な働きなんですけど、まあ、そこは山野。 ダモのに対しても深い。もうここの3人はもうほぼベタマークでした。はい。で、このめ問題になるのはこの2人ですね。このウィング。はい、出ました。水野コータです。はい。我が習近平かレー続の,の水野さんのご指ですね。で、あと左遠藤。まあ、遠藤選手がね、まあドイツのね、ベルリンに移籍し,しましたけど、残念ながらちょっと怪我しちゃってね、途中からもう大津選手が入ったんですけど、まあ、この2人がこう張ってるんですね。両サイドに。 でも、札幌3バックですから、この離れた選手どうするんだと。どうするんだ問題。で、これあの、札幌以外のチーム。例えば、ガンバの宮本監督。宮本監督は同じこの形取ってですね。3、1、4、3、5にですけど。で、相手ボールになった時に、この1、2、3、4、5。この5人でプレッシャーかけす。宮本、あの、宮本ガンバは。で、このル、まあ、宮本、あの、ガンバの場合は、このルーカス、菅のところのポジションに、えー、まあ、福田、あ、ま、小野瀬。 ないし福田で左がまああの藤原ですけど彼らは全部このウイングにつくためにあらかじめこう下がって5人で後ろ守ってるって形が多いですね、まあ、いかにもねリ,リスクを嫌うこう守備出身のね常さんらしいやり方ですけどミシャは違います <laughs> ミシャはイケイケですからもちろんスライドすることあるんですよある時にはこの3人がこう右にスライドしてきますでこの オープー左のね、オープニング。エンドに対して進動で、まあ、エジガルジュニアに対しても宮沢が当たりが結構多い,多いですね。で、スペアに、高見がスペアになります。で、この菅が戻ってきて、水沼昂太を捕まえて、フォーバックみたいな形になると。別にフォーバックにしようと思ってるわけじゃないです。単にスペアを作るために、ー奥をつかむとそうなるっていうわけです。まあ、試合中ね、あの、あれ、フォーバックに変えたかもしれませんねっていうシーンが多かったのはこの試合ですけど、 まあそういう、この、こうですね。スペア確保。横ずれ、縦ずれの組み合わせで、4バックにしていくっていう。これ、前々回の,あの3バック3.0のところで、あの、ザックのね、アルベルト・ザッキローリンがやった、えー、1990年代のね、後半のウディネーゼ。いわゆるゾーンで始めた3バックの時のやり方も、これでしたね。横ずれの縦ずれの組み合わせ。まあ、これ、意外に、これ、難しいですね。意外にっていうか、かなり難しいかもしれないです。 で、これがなかなかこの横でさせずれ、このマークの受け渡しっていうのがなかなか難しいんで、これはちょっとなーっていうんで初めから5枚並べるっていうケースが多いんですけど、札幌はこれをうまくやろうというやり方です。で、あとはこう全部捕まえてますから。で、この試合、よくあの試合終わった後に出る、あの、ボールポゼッション以外に出ますね。プレイエリアってのがよく出ると思うんですけど、プレイエリアってのはこのフィールドをこう三分割したパターンですね。こミドルゾーン。で、まあ、 いわゆるアタッキングゾーン、ディフェンシまあ、アタッキングサード、ディフェンシブサード、ミドルサードってね、言われますけど、ここを3等分した中で、どこで一番プレーしていくかっていうのを表記するシーンなんですけど、この試合、マリノス陣内でやってるのが一番多かったです。あ多かったっていうか、一番多かったのはミドルゾーンなんですけど、札幌陣内よりも横浜陣内でプレーしてるパーセントが圧倒的に高かったで,で、こういう数字が出る試合っていうのもほとんどないです。 ななぜならマリノスはほとんど相手陣内で攻撃していますそのマリノスに対して自分たちの陣地よりもマリノス陣地でやってる時間が長かったっていうのがこの試合ですなぜかといえばこのハイプレスこれがものの見事にはまったからです、えー、何点目だったか忘れちゃいましたけどあのパスの名手である畑中選手ねもうこっからもうバンバン縦パスが入るようなまさに後ろのビルドアップの起点なんですけどこの畑中選手がもう出すところないんです みんなこれ疲れてますから。で、お出すとこないこれもうキーパーに戻すしかないかってくるって後ろ振り向いた時に後ろカーンって小前選手がボール取って何点目だったか忘れちゃいましたけど、もうまさにもう,もう測ったようにゴールが生まれるってシーンがありましたけどね。これがもうだからまさに狙いです。で、これ、一応4213って書いてますけど、まあいまだ、あ、4231も一緒ですけどね、格好でいくと。この並びやってるチームはまあまあありますね。で、そのチームに対してはまさにこの、このフォーメーション。で、これが、 このマリノス、実はこの前の試合だったかな。このまさにこの試合の札幌の立ち位置と同じ立ち位置で前からはめに行ったチームが、この間やった横浜 FC ですね。横浜 FC はこの同じフォーメーションです。で、これで前からはめに行きました。で、横浜 FC はこれうまくはまって、マリノスのポゼッションが54%はなんだかってかなり落ち込んだんですね。ま、マリノスはもうポゼッション大体6割ぐらい平均いってますから。 このチームに対しても前からはめに行ってボール回んなくなっちゃったっていうのがあの試合だったんですけど、まあ後半ちょっとガス欠してね、結局このマルコスによるってもうもうスーパーな選手がね、いて、まあここの1対1でずれ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 になってきて、まあ最後やられちゃいましたけど、それに対して札幌は90分持っちゃいました。点が取れたからですね、ポン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 。で、これがまさにポジショナルプレー殺しです。このビルドアップの時に横浜シあ横浜マリノスはこう3になったり、 ぐちゃぐちゃ行きますね。ティーラーともここ入ってきたり、小木原ここ出たり。でも関係ないです。マンツーマンだからです。そのままついていくんです。だからどんなに動いても、人に疲れてるからバッ出すとこないんです。出すとこないんで、えめちゃめちゃパスミス連発。で、無理くり出したらインターセプト連発みたいなね。まあ、天野選手も必死にこうやって動いたんですけど、もう後ろ、こまえ、あ、深い選手いますから。で、深い選手にカーンって駆られて、 でボーール取られるみたたいなシーンがすごくありましただから守備のポイもう問題だったらこのウイングこの張り出したウイングをこの3バックでどう捕まえるっていくかぐらいの問題でしたけどもうここにもほとんど入ってこなかったんですこうやってボールサイド出た時にはもう,もうずれてますからでシントが捕まえに行ってエンドのてますも拾うそういう形になっちゃったんで、えー、マリノスは相当困りましたねこのポジショナルプレーこしまさにでこれがマリノス戦の形です で、あの、ちょっと今日はですね、新兵器。これ何の説明かって、まあ一応ですね、大体じゃあ343。で、ゾーンで守るとどんな雰囲気になるのかって話ですね。で、ゾーンだと大体こうなります。例えばこれ4 2三、3まあこれマリノスの夫人だとします。で、大体こういう形になっちゃうんですね。ゾーンだと。で、大体こうなった時に、まあこんな風になって。 で、ワントップ、まあ J, だまあ、J だとしたら、まあ、J がこっちこう、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 こういくみたいな。で、こういう形になっちゃうんですね。大体。で、これで不経済だっていうのはもうここです。もう1人に対して三人余って、こう2人も余ってどうするのっていうね。で、こうやって、まあ、センターバックの選手が、じゃあ、もうこうやってつけばいいじゃんっていう話にもうできるんですけど、まあ、あんまりそうやってできるチームもなかなかないです。 で、仮にこうだとしても、こ一枚余ってますから。ボール出された、追う、あるいはこう、追う、離される、繋がれるって、ど,どんどんどんずれていっちゃう。だこれをやらせないために、ミシャはもうここのシャドウの二人、もうサイド行かなくていいと。ここに行けと。で、この一枚ですね。一枚は、ここにつけと。 で、こうやって、で、こう深い選手が、あ、どうっとこれ捕まえられんじゃんって話ですね。この中盤。で、この中盤3人捕まえられた。じゃあ、ここのポジション1個上げちゃえばいいじゃん。で、こういけるっていうね。まあ、極端に言えばこうだっていうことです。だけど、これ、これさすがにこの真ん中1対1はどうなんだと。でも、札幌は、 かなりの局面で、こうなっちゃうケースが結構あります。あのね、開幕戦で柏、柏。ここにいましたね。とんでもない人が。大巨人、オルンガです。で、オルンガだったんで、先発おそらくオルンガ対策で、キム・ミンテを使ってましたけど、さすがにキム・ミンテでもお手上げだったっていうね。なんで、まあ一応、まあこれはさすがにあれだろうっていうんで、こうなりそうな時にはこうやっていくっていう。 でここの、ここの選手を利にするには別に怖くないですか、別に。っていうのが、まあ、一応ね、意図としてあります。で、あとは、ツーシャドウが2人のセンターバックにプレッシャーかけるってやり方は実はあんまできてないですと、大体3、4、3の時は大体いいこうやってで、気がつくとなかなかはまんないんで、気がついたら5、4、1のブロック組んでますみたいなことが多いんです、これ。この2人ですね、シャドウの2人。まあ、チャーナティップ、コマイ。に対してはここに行けと。 でここ中盤なんでこの選手だしまあだからこのキーパーソンですねこれはアロノ選手まあ神戸戦はアロノ選手でしたけど、まあ、神戸戦は普通にこう3バックだったんでねあのね神戸はあの33313でしたこんなフォーメーション今やってるチームあるのかと思いましたけどまあ今ビールさんがねやってるフォーメーションですけどこれだと もうこう行くしかないですねこれもうぐちゃぐちゃになってますけどもうこういくしかないですもう3枚行ってでこのサンベルに宮沢が行き深井がイネスタ捕まえるっていうでえー、高峰がでここね最初ねホテルこの辺にいましたもともとこれツートップって手なんでね本当はドーグラスと古橋ただこういう形にしてました まあ多分これでこっち行った時に札幌ぱり困んだろうっていうのもあったでしょうね。神戸の監督がホテルはまあ慣れない右のフィール今日はやったがっていう話をし合わせとしてましたよ。でもほぼこれでした。<laughs> これ <laughs>、これ <laughs>、これなかなかゴーサイン出す日本の監督いませんね。<laughs> もうすっかすかですから、もうここバーン通されたら、ここにそれこそあの、まあドーグラスだからいいですけど、これ足の速さにしてたらボーンって出されたらもう,もう負けちゃいますよ、これ。一対1っていう。まあそういうデンジャラスな <laughs> 形をおくめ恐れもなくやってしまうこのミシャの素晴らしさなんですけどこれでも逆にこう全部捕まってるんでここに一気にボール出せないんですよ。ちゃんとプレッシャーかけたらロングパス出せないですから。っていうことですけどでもねこれそう,そうは理屈の上ではそうなんですけど常にこの選手たちに対してプレッシャーかけられるかど大変なんですよ。特にねこ,のこれから鍵になるのろルーカスとチャンティブたまにです。 え、ポジショニング、あれ俺、こっちに行ったらいいのかこっちに行ったらいいのかって、だいぶ迷う時があります。この二人は、さすがに。で、たまにあの、こうなっちゃってる時もルカス。えー、もう、神ント捕まえてるから、お前、こっちでいいぞっていう時に、え、ここで左長がしちゃうんですね。で、あと、こっちはスライド式で、あの、菅が、後ろ下がったことあるんで、たまにこうやって、あの、チャラチップがですね、あの、2対1の状況に置かれて、えー、チャラチップ、俺はどうすればいいんだっていう風になってる時も、たまにあります。 まあまあそこはまあまあしょうがないですけどまあこなれてくればねただこれ夏場になってくるとねこういうことが多分増えちゃうんで、えー、ど,うどうなのかなと思うんですけどまあまあこういうやり方ですねで、まあ、とにかくまあこんなフォーメーションで戦ってるのはあのそもそもあの今ビスセルしかないんで、まあ、おそらくこれはまあレアケースですけどね、まあ、何にしても相手の立ち位置によって変えられるとでこれ変えられるのはもうまさに札幌の選手たちが いろんなポジションでプレーできるからです。だからこんなに柔軟に相手のフォーメーションに対してもマンツーマン機能するっていうのは、もうまさに札幌だからです。っていうのが、これ。で、これは、今のだからあのね、ビエルサー。あ今度来年、リーズユナイテッドね、ビエルサーが監督やってるリーズになると上がってきますけど、ビエルサーもマンツーマンですけど、ビエルサーのマンツーマンは必ずここ1枚余るっていう、まあ4バックベースなんで,で、基本的にこの後ろ、まあ3バックであれ、4バックであれ、1枚余るんで、 ビエルさのマンツーマンの方が前プレンの時にはかなりの強度を持っていかないとなかなかはまりにくいっていうのはありますねただミシャの場合も前からベタではめていきますから、まあ、はまる確率は高いですでとにかくこれをミシャはどんどんこの精度を上げていきたいとただ当然これ弱点ありますね当たり前ですけど1対1で負けたらもう終わりですどんどんずれていっちゃいますだからもう札幌の選手は必死です だから、この大、開幕前にね、ずっと1対1、対人強化っていうのはね、ずっとキャンプでも取り組んできたっていうのは、まさにこの1対1で負けないためです。剥がされたら終わりですから。まあ、逆に言ったら退路ないんですから、これ大変です、これ、やるの。で、攻撃の時には、しかも、マーク捨てて出てくるわけですから、相手ボールになった時も大変です。ね、もちろんその時には、近くに選手を捕まえるっていう原則がありますよ。さすがに、新ンこの辺り上がってきますからね。 ボーール取っっってててお前のマークここだろって言われたって戻れた戻ませんから当然その時には近くにいる選手はどんどんずれて捕まえていくってやり方するんですけどここでみんなねマーク捨てて出ていくのが札幌の魅力ですねこれまさにオランダ式トータルフットボールのやり方ですけどでこれ今有効なのは基本みんなゾーンで慣れてるんでしかもポジショナルプレーでマリノスの場合はねウィングのシーンずっと張った状態ですから後ろポジションこうちょこちょこ変わっても。 横へ移動ぐらいいしかないんで楽なんんでで楽すだ神戸はイニエスタが後半になったら「あれ?」とっつってこうやって引いてきました。でボールをゲインに行きました。でこの時に困ったのは深井選手です。<laughs> あれ俺これついていった方がいいのかって。こついていくとですねガラガラになります <laughs> で。でこれで多分でもミシャは行け って言ってたんじゃないかと思うんですけど、深井選手は自重してました、こう。なんで、こうイニエスタにボールが入ったりとかするんです。まあ、ただ、でも監督のほうが、まあ別にここに触れる分にはイニエスタ怖くねえだろうみたいな話なんですけどね。ただ、マンツーマンで行くなら本来はここに行かなきゃいけない。ただ、これをやると深井選手、大変なことになりましたもう、もう早々に疲れた顔で交代してましたけども、もそれはそうです。まあ、それぐらいの運動量を求められます。だから当時の70年代のマンツーマンは、 もう、アイディ選手はこうやって出てくるんです。だからもう、ここまで出てくるような選手は、つかなきゃいけないですから、大変なんです。今、ポジショナルプレーであんまりこうね、あの、初めから高い位置で張ってる、ウィングを使ってるチームは、この移動が減ってるんで、ティーラトンとか上がっていけないですか、あんまり。ティーラトンはも,もちろん上がっていくケースはありますけど、ほとんどビルドアップの起点になってくる人なんで、大体こういっても、まあ、こういくぐらいですから、そんなに、まあマ、マークで、 めちゃめちゃ走らされるみたいなことないんで、これ捕まえやすいっていのが今の時代の傾向ですね。これでどうだって言って今挑戦してるのがミシャです。で、ミシャはこれを <laughs>、いずれこれがトレンドになるっていう、まあトレンドはまあ一これだいぶ70年代の戦い方ですからね。でも今これゾーン、マンツーマンからゾーンになり、で、ポジショナルプレイが出てきて、ポジショナルプレイは基本的にゾーン破りですからね。このゾーンの選手の立ち位置をこう動かしながらスペース作ってこうやってボール運んでいくっていうやり方なんで、 でそれに対してマンツーマンで貼られたらポジショナルプレーの何もないだろうっていう。で今これ有利に立とうとしているのがミシャのトータルと。とにれく札幌面白いでぜひ、えー、見てくださいっていことを言いたかったっていう話ですね。ありがとうございました